はい、皆さんこんにちは。歴戦人講師の川原です。では2024鑑定理論、論文ブリッジ講座1回目講義を行っていきます。このブリッジ講座はですね、鑑定理論について、論文合格コースの中で、まずね、初めに受講していただく、論文向けのトップバッターの講座が今度論文ブリッジ講座ということになってきます。なのでまずは論文式試験の、ね、概要から確認をしていきます。はい、こちらですね、令和4年度の受験案内ですね、願書を使いまして論文式試験の概要ですね、説明をしていきます。はい、まずは願書の受付期間ですね、受験手続きの期間なんですけど、例年ですね、年明け2月の中旬から3月の中旬が手続き期間となっています。担当免除で論文から受験される方もですね、担当の時と同じこの期間ですね、2月の中旬から3月の中旬で受験手続きを行う必要があります。毎年一人二人ですね、受験手続きを忘れてしまったり、そういった方いらっしゃいますので、こう忘れずにしっかりと、またこの期日に近づいてきた場合にはですね、レックの鑑定士課のホームページとかツイッター等々で情報発信していきますので、ぜひですね、忘れずに受験手続きですね、行うようにしてください。で、続いて下移りまして、試験期日なんですけど、論文式試験は例年ですね、8月上旬の同日月の連続する3日間が、試験日程ということになってきます。最終日ですね、月曜日ですので、お仕事されている方で事前にお休み取っていただく必要があります。で、皆さんが受けるべき令和6年ですね、2024年度は例年通りですと8月の3、4、5の同日月の連続する3日間が、試験予定ということになっていきます。正式には年明け1月の中旬くらいには国土交通省からね、遅くとも発表されると思いますので、例年通りですと、令和6年度2024年度は8月の3、4、5同日月の、ね、連続する3日間が試験予定ということになってきます。あと、ちょっと下移りまして、試験地なんですけど、担当式試験は全国で10カ所が試験会場になっているんですけど、論文式試験は全国で3カ所しかないんですね。東京、大阪、福岡の3カ所になっています。なので、多くの方が3日間ですね、論文式試験、宿泊をして試験をですね、受けることになってきます。事前にホテルを取っていただく必要があります。で、試験会場はですね、8月の本試験なので、その2ヶ月くらい前の6月の下旬ぐらいに国土交通省から、具体的なね、試験会場公表されますので、できる限り試験会場に近いですね、ホテルをですね、早めに予約してですね、準備するようにしてください。で、試験科目なんですけど、担当式試験は行政法規と不動産と鑑定評価に関する、鑑定理論ですね、この2科目で試験が課せられています。で、論文式試験ですね、まず行政法規、これ担当だけの科目で論文では出されません。一方、鑑定理論はこう専門科目ですので、論文式試験においてもこの鑑定理論ですね、出題されます。とともに教養科目というんですけど、教養科目3科目ですね、民法、経済学、会計学、教養3科目なんて言われたりするんですけど、教養3科目と専門科目であります鑑定論ですね、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験ということになってきます。で、この鑑定理論なんですけど、出題形式が2つに分かれてきまして、まず教養科目と同様に記述をしていく論文という形で出題がなされる形式とですね、教養と同じですね、論文で、こちらも論文ですね。あと、電卓を使って計算をしていく演習という形ですね。そちらがね、もう一つの出題形式ですね。鑑定理論は教養と同様に記述をしていく論文という出題形式と、電卓を使って計算をしていく演習という形での出題形式ですね。大きく2つの形式に分かれていきます。で、この演習対策については、演習対策講座というもので対策を行っていきますので、今受講されている論文ブリッジ講座は、こちらのね、論文の方の対策を行っていく講座ということになってきます。で、問題数、問数なんですけど、教養科目は大問で2問ですね、出題されます。
問題1、問題2という形で、大きな問題、大問2問ですね。それぞれ、民法、経済学、会計学、大問2問ですね。問題1、2という形で出題されます。一方、専門科目であります、鑑定理論は、評価科目の倍のですね、大問4問が出題されます。つまり、2日目の午後、まずは問題1、2という形で大問2問が出題されまして、さらに3日目の午前中ですね、今度は問題3、4という形でまたね、2問。つまり合計大問4問が、教養科目の場合の 大問4問が、鑑定理論論文においては出題されます。あとは演習は、大問1問が出題されるという問数になっています。で、配点はと言いますと、大問1問あたり50点満点ですね。それが2問なので、民法50点満点の2問なんで、100点。ね。で、経済学も2問で100点。会計学も2問で100点。で、鑑定理論、2日目の午後、問題1、2で100点。で、問題3、4で100点。で、演習、大きな問題1問で100点ですね。つまり論文本試験は600点満点です。で、そのうち配点の半分300点を鑑定理論が占めているんだということになってきます。なので、多くの受験生が配点の半分を占めます鑑定理論についてですね、多くの時間を費やしてね、しっかりと勉強していきます。で、鑑定試験は相対評価の試験ですので、他の受験生が多くの時間を使って鑑定論についてですね、学習しているならば、負けないようにですね、相対評価なので、皆さんもですね、鑑定論についてはしっかりとね、時間をかけて学習をしていく必要があるということになってきます。鑑定論を苦手としているようですと、なかなかですね、合格することが難しいですね。そういった位置づけの科目ということになってきます。はい。ではね、敵をやっつけるためには敵を知る必要がありますので、実際の本試験問題ですね、ちょっと確認をしていきましょう。はい。では、実際の本試験問題確認していきます。はい。これ実際、令和4年度のね、本試験問題ですね。A4 番手横書きの本試験問題ですね。これ令和4年度の論文本試験の実際ね、本試験問題です。で、不動産の鑑定評価に関する理論で、ね、鑑定理論です。で、これ、3日目の午前中ですね、論文問題の3、4のね、問題用紙ということになっていきます。で、100点満点で、試験時間2時間ですね。2時間で2問を解いていきます。で、問題3、4はですね、3日目の午前中の科目ですので、午前中10時から12時、2時間で2問を解いていくね、そういったスケジュールになっています。で、これ配られまして、で、これ、ペラッとめくりますと、問題文が示されてね、そういったこれ形式ね、こう配られて、じゃあ初めてでこうペラッとめくって問題確認していくですね、そういった形になっています。問題文見ていきますね。ちょ内容はいいのでですね、ちょ形式を確認していきたいんですけど、でこ問題3、4で問題見ますから、これ50点、50点となってるんですけど、50点、50点、それぞれね、100点満点になっています。ちょ問題4の方見ていきましょう。内容は気にする必要があるのないので、ちょっと形式ですね、確認していきますので、ちょっと問題4の方を見てください。問題4、さら地の鑑定評価について、次の各設問に答えなさい。小問の1、さら地の定義を述べなさい。小問の2、中規模のさら地の鑑定評価はどのように決定するか述べなさい。また、手法の適用における建物及びその敷地の取引所の採用について、留意点及びその理由を簡潔に述べなさい。小問の3、原価法の適用に関し、次の各問いに答えなさい。1、土地の再調達原価の求め方を簡潔に述べなさい。2、更地の鑑定評価において、原価法の適用が困難な場合を一つ例示し、その理由を簡潔に述べなさい。小問の4、当該更地の面積は近隣地域の標準的な土地の面積と比べて大きく、分割利用することが合理的と認められる場合の鑑定評価において、比較考慮すべき手法について説明するとともに、留意事項を述べなさい。ただし、基本式の記載は不要である。また、当該手法による価格を比較考慮すべき理由を簡潔に述べなさいとなっています。これ、令和4年度の実際の本試験問題ですね。問題4です。このように、採点しやすいように、ある意味書きやすいように、小問形式になっているのが、論文本試験ですね。通常の形式ということになってきます。で、また、問題文ね。
問題用紙1ページ目戻りますと、いくつか注意事項が示されてまして、では注意事項の縦4のところを見てください。回答は回答用紙の所定の欄に、黒もしくは青のボールペンまたは万年筆で丁寧に、丁寧に書いてください。鉛筆等で書くと無効となりますとなっています。担当式試験はマークシート方式でしたので、筆記用具は鉛筆になっているんですけど、一方、論文式試験は筆記用具としましては、黒もしくは青のボールペンまたは万年筆が筆記用具に指定されています。なので、事前にですね、この黒もしくは青のボールペン万年筆で準備する必要があります。で、論文式試験で3日間ですね、論文文章を書き続けなければなりません。こう大量の文字を書いていきます。受験生によって、こうね、検証へとかなってしまうよう、ね、な、そういった受験生もいますので、ぜひですね、書きやすくて疲れにくいですね、筆記用具、早め早めに準備するようにしてください。いくつか試して、レクの答案練習会、答練で試してですね、自分に合った筆記用具ですね、書きやすくて疲れにくい。まあ、細すぎても太すぎてもダメですかね。あと、にじみにくくて乾きやすいような、まあ、そういったね、筆記用具ですね。いくつか試して、早めにね、自分に合ったものを見つけるようにしてください。多くの時間ではジェル状の筆記用具ですかね。ボールペン、万年筆なんか使っています。消えるボールペンとありますよね。そちらは願書で使用不可となってますので、そちら使うことはできません。一応私は受験生時代ね、青の万年筆で回答を書きました。黒で書く方が多くいる中で、青ですと目立って、しかも目にも優しい、で印象が良くなるみたいな、まあ、そういったね、噂がありますので、青の万年筆使ったんですけど、ただ実際試験員は、受験生が書いた回答用紙のコピーを採点すると言われてますので、だから色は正直関係ないかもしれません。なんで、こう書きやすいものですね。早め早めに見つけてですね、いろいろね、答案練習会、答練試して、自分に合った筆記用具ですね、選ぶようにしてください。はい。あと、注意事項としましては、伊達さん、問題用紙は表紙を含めて2ページ、回答用紙は表紙を含めて5ページとなっています。回答用紙ですね。こちら実際ね、では4年度の問題34の回答用紙ですね。B4 版で横書きの回答用紙ですね。こういった問題用紙だったり回答用紙ですね、国土交通省のホームページ、試験関連のところにデータがアップされてますので、これ誰でも閲覧したり打ち出すことができます。これ実際ね、打ち出してきました。で、これ表紙なんですけど、上の注意書きのところに、回答用紙のホチキスは外さないでくださいって注意書きもありますよね。実践本試験ですが、上2箇所これホチキスで止められている形にこれなっています。で、これ表紙で、で下の方に受験地丸つけて受験番号とね、自ら名前を書くのがこれ表紙ですね。で、2ページ目から回答用紙になってるんですけど、まず問題3の1ページ目と2ページ目ですね、回答用紙がありまして、続いて問題4の1ページ目と2ページ目ですね、そういった形になっています。つまり問題1問あたりですね、2ページの回答用紙が与えられます。回答用紙1ページあたりこう25行の行数が与えられていて、それから2ページですね、50行ですね。1問あたり2ページ50行、それが2問なんで2セットですね。1問あたり回答用紙2ページで、1ページあたり25行なので2ページなんで50行で、それが2セットですね。問題3、2セットですね。計4枚ですね、2セットの回答用紙が、ね、与えられるということになっていきます。会計学はね、ちょっと独自の回答用紙なんですけど、民法経済学はこの鑑定例と同じですね、この形式の回答用紙が配られて、ね、回答を記述していくということになってきます。はい。で、あと、回答なんですけど、国土交通省は、模範回答みたいなものはですね、公表しません。なので、試験後にですね、各予備校がですね、模範回答例というのをですね、ホームページ等々に、試験の2、3日後にアップしていく形になっています。で、
これ先ほどの問題4の実際私があの試験後に作ったこれね模範解答例になっています。私が作る模範解答例になっています。でちょっとねやっぱり内容はいいのでちょっと形式を見ていきますと、ちょっとね文字が細かいの見えますかね。この実践になっているところがありますよね。これがあのね不動産鑑定が基準から引用しているところにはこう実践が引かれてまして、で区別がありまして、波線になっているところがあるんですけど、こちらはですね留意事項から引用しているところでこう波線が引かれてるんですね。そういったこれね形式になっています。で全体をざーっと見ていただきたいんですけど、これ模範解答例、全体見てだいたいこうほとんどこう実践か波線ですね、引かれてるこう回答用紙になってるというのは分かりますかね。ほぼほぼ実践か波線が引かれてる。つまり鑑定理論の回答というのはなんか小論文的に現場でねなんか自分の考え方を書くとかそういったものが鑑定理論の回答ではなくて、これ基準留意事項を引用して回答を作成していくのが鑑定理論の回答の基本ということになってきます。鑑定理論の論文式試験というのはなんか小論文的に自分の考え方を書くとかそういった試験ではなくて、基準留意事項をですね引用してで書いていくですね、そういったスタイルが鑑定理論の答案のね基本ということになってきます。でこの各問題ごとで模範解答例ですね、今後も答練講義等々で提供していくんですけど、これ解答例はですね超模範解答例です。この示される解答例は超模範解答例です。つまりこれそのまま書けないと合格することができないかというと、そういった位置づけの解答例ではないんだということです。これ私実際じゃあ本試験の場でこの解答例通り私記述できるかというと、私でも厳しいと思います。それぐらいのねあの超模範解答例です。じゃあ、どれぐらい書ければ合格することができるかと言いますと、願書に一応目安が示されてまして、願書を見ますと、願書には、総合点でおおむね6割を基準に判断していくとのね、目安が示されています。なので、この模範解答例の大体、6割ぐらいですね。全体の6割ぐらいの回答が記述できれば、十分にね、合格することができるんだって。これ、全部書けないと合格することができないんで、そういった回答例ではないんだということはですね、ちょっと意識しておいてください。6割ぐらいで、ね、合格することができます。まあ、50点満点なんで、30点ぐらいで合格することができるんだということです。鑑定試験相対評価の試験なので、例えば経済学なんていうのは、年によってはですね非常に難しい問題が出されたりすることがあったりします。そうなってくると模範解答例の6割どころか5割4割ぐらいかければ合格することができるですね、そういった年なんかもあったりしますので、あくまで提供する解答例というのは、ね、超模範解答例ですね、全てかけないと合格することができないですね、そういった解答例ではないんだということはですねちょっと押さえておいてください。はい、では今受講していただいている、ね、論文ブリッジ講座ですね、こちらの講座のちょっと位置づけを説明していきますので、お手元ではこの論文ブリッジテキストと書かれているものですね、そちらちょっと準備してください。でそちらのですね表紙めくっていただきまして、で端書きと目次を飛ばしまして、下ローマ数字3ページ目ですね、ブリッジ講座の位置づけと書かれているページのところですね、ローマ数字3ページ目開いてください。はい、このブリッジテキストのローマ数字の下3ページ目ですね、ブリッジ講座の位置づけと書かれてですねページを開いてください。はい、ではこのブリッジ講座ですね、どういった方を対象としているかと言いますと、対象者ですね、本部のところ、本講座は担当対策として一通り鑑定理論を学習した方を対象とする講座となっています。鑑定理論の基礎知識をね身につけている方を前提に、ブリッジ講座ですね講義を進めていくんだということになっていきます。本部のところ見てください。鑑定理論は担当式論文式共通の科目であり、ベースとなる知識は基本的には担当論文共通で、アウトプット回答の仕方が異なるだけとなっています。
基本的には担当特有の知識、論文特有の知識というのはありません。つまり担当対策の基礎知識がそのまま論文対策の基礎知識となってきます。学ぶべき知識は共通です。回答の仕方、アウトプットがマークシートでマークするのか論文で記述をしていくのか、その違いだけです。学ぶべき知識は共通ということになっていきます。なので続きの文章、そのため本講座においては鑑定理論の全体像をざっくりとは総ざらいしますが、論文対策としてゼロから鑑定理論の知識を学ぶということは行っていかないんだということになっていきます。ざっくりと全体像はですね、確認総ざらいするんですけど、ゼロベースで知識をインプットしていくような、そういったね講義の進め方は行っていかないんだということになってきます。なので次の段階、したがって担当合格コースを同時に申し込んでいる方、括弧飛ばしては、まずは担当合格コースに含まれている合格基礎講座全20回を受講してから本講座受講するようにしてください。レクのコースの中でこのね担当合格コースをね同時に申し込んでいる方、つまり具体的には担当論文フルコースの方、もしくは担当論文基礎コースの受講生の方は、まずはこの担当合格コースの中に含まれているこれ共通の基礎知識を学んでいく合格基礎講座鑑定理論全20回の講座がありますので、そちらをですね受講してしっかりと復習してから今度論文ブリッジ講座ですね受講するようにしてください。なのでこの鑑定理論の合格基礎講座全20回まだ受講されてない方はですね、今ブリッジ講座の受講を、ね、止めていただきまして、こちらの20回の講義を受講してしっかりと復習してから今一度このブリッジ講座ですね受講するようにしてください。では次の段落、また独学の方など担当対策としての鑑定理論の理解が不十分と感じられる方は、論文合格コースの特典であるカレントの担当向けの即手講座全10回ウェブ講座を視聴するなどしてから本講座受講するようにしてください。独学等々でまだまだ、ね、鑑定理論の理解基礎知識が不十分と感じられている方はですね、この論文合格コースの中には特典として、ね、昨年度の担当向けの担当スーパー即習講座全10回分のウェブ講座がついてますので、まずはねざっくりとで良いので、そちらをね視聴して基礎知識をね確認してからこのブリッジ講座ですね受講するようにしてください。鑑定理論のね全20回の合格基礎講座受講されていない方、あとはちょっと知識としてまだまだね十分とは言えないと感じられている方はですね、特典としてついているこのね可燃度の即手講座全10回分のウェブ講座ね、いずれかをしっかりとね受講していただいた上で基礎知識をねしっかりと確認した上でブリッジ講座ですね受講再開するようにしてください。はい、じゃあこの講座ですねブリッジ講座、どういった目的の講座かと言いますと、下の目的というところを移ってください。本講座は鑑定理論の論文を書くための準備をしていく、そういった位置づけの講座ということになってきます。本文のところ、本講座は担当と論文の橋渡し的講座、ブリッジ的な講座、つまり担当対策として学習した鑑定理論の基礎力を論文を書けるような知識にコンバートを変換していくことを、ね、まずは目的としています。要は担当の正誤を判断するために身につけた知識を論文を書けるようにするために、どのように今ねコンバート拡充していくのか、そういったことを、ね、意識づける講座が本講座ブリッジ講座、まずはね重要な目的なんだということになってきます。担当対策として身につけた知識をですね、いかに論文書けるようにですね拡充していくのか、そのことを意識づける、そういったことをねまず目的としているのがこのブリッジ講座ということになってきます。とともに3行目から見てください。鑑定理論の回答の方、書き方を身につけることも目的としています。鑑定理論独自のね書き方、回答の方があります。それをね身につけていくこともこのブリッジ講座の目的の一つということになってきます。で、受講にあたってのね注意点がありまして、最終3行、本講座の受講にあたっては特に縦の理解、深い理解、各概念の必要性と、と横の理解、横断的理解、他の章との関連等を意識することが重要となってきます。担当対策としてはこうぶつ切り的に知識を抑えていてもですねある程度対応できるんですけど、論文対策としましてはまずは縦の理解ですね、つまり各概念の必要性等々の深い理解です。あとは横の理解ですね、他の章との関連等々の横断的な理解ですね、深い理解、横断的な理解ですね、縦の理解、横の理解というのが論文対策としてはですね重要となってくるんだということになってきます。はい、あとは送られている教材について説明していきます。まずは今ご覧になっているこの
安定理論論文ブリッジテキストですね。これブリッジ講座独自のオリジナルテキストということになってきます。この中にはね、問題6問入ってるんですけど、この含まれている問題6問を使いまして、鑑定理論の回答の型をですね、身につけていくですね、そういったこれ、ブリッジテキスト、オリジナルテキストということになっていきます。続いて、お手元、2024合格基礎テキスト鑑定理論が届いていると思います。これ、担当論文共通の基礎知識を学んでいく、レックのね、鑑定理論のこれ、ね、メインテキストということになってきます。で中には、かねの2023年度のコースの中で、この2023合格基礎テキスト鑑定理論を、ね、使用している方もいると思います。鑑定理論は大きな、ね、改正等はありませんので、お手元に2023年度向けメモ書き等々していて、そちらの方が使い勝手がいいようならば、そちら使っていただいても問題ありません。ちょっとだけマイナーチェンジはしてるんですけど、基本的に大きな変更はありませんので、メモ等々している方はですね、2023年度向けの合格基礎テキストで、ね、使っていただいても問題ありません。で続いて3冊目としまして2024高架け鑑定理論というのをお手元届いていると思います。こちらレック一押しの論文向けの論証例集がこの高架け鑑定理論ということになっていきます。使い方はですね、後ほど説明していきます。講座ではね、この 3つですね、すべて使っていきます。ブリッジテキスト、高架基礎テキスト、高架けですね、いずれも講座においては、ね、使用していきます。あと講座内において私ならマーカーをちょっとしていきます。ピンク、ブルー、で、グリーン、イエロー、で、パープルですね。あ、すみません。変な音させてごめんなさい。あとは、この赤と青のちょっと太めのペンですね。こちら使ってマーカー等々していきますので、準備できる方はね、ちょっと準備していただくとありがたいかなっていうことになってきます。はい、以上ね、ちょっと事前の説明ということになってきます。一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして 第1ユニットですね、講義を終了いたします。はい、で第2ユニット講義の締めていきましょう。ではお手元ブリッジテキストのブリッジテキストのローマ数字の4ページ目開いてください。ブリッジテキストでローマ数字4ページ目開いてください。はい、鑑定理論の論文対策の学習法について重要なポイントですね、説明していきます。はい、ブリッジテキストの4ページ目でローマ数字の4ページ目開いてください。はい、では1つ目のポイントはですね、黒帯タイトルのところを見てください。基準留意事項をより正確に暗記することがまずは重要となってきます。本文のところ、鑑定理論の論文作成は事前にインプットした基準等の中から問いに対応したものを抽出し、それを正確に引用して論証することが基本となってくるなということになります。先ほど説明した通り、鑑定理論の論文の作成というのはなんかね、小論文的に自分のね、考え方を書くとかですね、そういった回答ではなくて、事前にインプットしてきた基準留意事項の中からね、対応したものを抽出して、それを使って引用して回答を作成していくのが、鑑定理論の論文のね、基本ということになってきます。なので、3件目。そのためにも、基準等について、理解を伴わせた精度の高い暗記というものが必要となってきます。鑑定理論の学習方法というのは、一言で言うならば、理解を伴わせた基準留意事項、基準等の精度の高い暗記を行っていくのが、鑑定理論の学習ということになってきます。単なる丸暗記ではダメで、理解を伴わせて、しかもね、論文なので書けるレベルにまで持っていく必要があります。精度の高い暗記というものが必要となってくるんだということになってきます。では4行目続けてみましょう。相対評価の試験である不動産鑑定試験においては、受験生の大半が多くの時間を費やして、基準等の暗記の精度を高めている以上、皆さんも周りに書き負けないように暗記を進める必要があるんだということになってきます。論文式試験600点満点ですね。そのうちの、ね、300点、配点の半分を占めているのが専門科目鑑定理論です。当然、受験生の大半が多くの時間を費やして、ね、理解を伴った基準の暗記で進めています。なので、相対評価である鑑定試験においてはですね、やっぱり皆さんもですね、書き負けないようにですね、多くの時間を、ね、使ってですね、この基準留意事項、理解を伴わせた基準留意事項の、ね、精度の高い暗記を行っていく必要があるんだということになってきます。暗記が重要っていうことですよね。
ただこういろいろ暗記疑問が出てくると思います。じゃあどうやって暗記するのかとか、どの程度の精度は範囲はとかですね、やり方はとかですね、いろいろね疑問が出てくると思いますので、それは疑問にねちょっと答えていきます。でまずそもそも論なんですけど、下打っておいてください。そもそも暗記は絶対に必要なのかということです。自分の表現で回答をね作成してはね、受かることができないなら合格することはできないのかということです。それはやっぱ厳しいものになってきます。はい、文章のところを見てください。鑑定理論は基準等の暗記自体を試す試験ではありません。基準等の文言通り記述していないから点数がつかないわけではなく、基準等の文言通りに記述していないことによって内容自体が間違ってしまっているため点数がつかないこととなってくるんだということになります。鑑定理論の論文式試験というのは基準の、暗記自体を試す試験ではありません。ただ基準通り記述していないと結果内容自体が間違ってしまって点数がつかないんだということになってきます。なので抜群の理解力と抜群の文才があれば、基準留置項を暗記しなくても合格する可能性はあります。私は講師もね何十年とやってるんですけど、今まで、合格者の中でたった一人なんですけど、基準留置項全然暗記せずにですね、合格した方が一人だけいるんですよね。その方本当に、抜群の理解力とすごい文才があって、しかもね文字も綺麗達筆だったんですよね。受かりました。びっくりしました。本当に予備校の採点ですとね、そういった方は全然点数つかないんですけど、ね、本当に受かりました。本当に驚きました。ただそれも本当正直で奇跡だと思います。私何十年との講師やってますが、多くの合格者見てますが、そういった方はたった一人です。つまり基準留置項を覚えずに合格するというのはもうこれね、イレギュラー中のイレギュラーです。それはやり方としてはですね、非常にリスクの高いですねやり方なんですね。そういったやり方を選ぶべきではないということになってきます。次の文章を見てください。つまり実務を行っていない受験生が基準等の意味内容を完璧に理解するのは困難であり、ちょっとした記述の違いが大きな間違いとなることが多いんだということになってきます。基準留置項というのは不動産鑑定士が鑑定評価をする上でのですね、行為規範となってきます。鑑定士に向けられた行為規範、ね、実務規範です。なので実務がを、ね、行っていない受験生がその基準留置項ですね、全部が全部内容を、ね、完璧に理解することができるかというと、それはなかなか難しいんだということです。もちろん本当は私が講義をして全てを、ね、分かりやすいように講義をしなきゃいけないんですけど、やっぱりなかなかやっぱり全部を全部理解するのは難しいです。やっぱりこう実際ね、実務をやって初めて分かる意味内容、分かる基準留置項っていっぱいあります。私もそうでした。実際実務になってやってみて、あの基準ってこういうことを言っていたんだなってこう分かることがいっぱいありました。今の合格者でも全部が全部基準留置項ですね、分かってるかというと分かってないです。合格者だったとしてもね、全部が全部は分かっていません。なかなか全部を全部ですね、実務を行っている受験生が理解することは難しいんだ。なのでそういった受験生がですね、ここの表現ちょっと変えてもいいかなとか、ここの表現ちょっとねなくしてもいいかなとか、自分の言葉で回答を変えてしまうと、やっぱりですね、内容が間違ってしまって点数がつかないことになってしまうんだということになります。で次の6、基準等を引用すれば減点はされません。正直丸暗記でも対応する基準さえ引用できていれば減点されることはありません。続き、試験員に自分の理解を適切に伝えるためには、いわば共通言語といえる基準等を駆使して回答を記述するのが最善策、ベターな方法なんだということになっていきます。試験員も基準留置項を暗記をして、で合格して試験員になってます。つまり基準留置項というのは試験員と受験生についてのね、これ共通言語なんですね。英語みたいなものです。共通言語です。なので自分の理解をしっかりと試験員にアピールするためには、やはりこの共通言語であります基準留置項を駆使して回答を作成するのが最善策、ベターな方法なんだということです。例えば英語が母国語の人に自分の理解を伝えるためには、やっぱり英語を使うべきってことですね。同じことです。基準留置項というのはね、英語みたいなね共通言語ですので、自分の理解をしっかりと試験にアピールするためには、やっぱりですね、この共通言語であります基準留置項でしっかりと使っていくことが、しっかりとね理解を伝えることにつながってくるんだということになってきます。で、試験員っていうのは問題ごとにね一人ずつ試験員選ばれます。つまり教養科目は2人で、鑑定量はね、4人の試験員が選ばれて、それで問題文をね、問題を作りまして、で、それぞれ自分が作った問題について採点をしていくという形になっています。
で、8月試験で、その後ですね、採点していくんですけど、こう真夏ね、すごい暑い中ですね、論文式試験っていうのは、1000人ぐらい受けるので、試験ですね、一人で1000通ぐらいの問題ですね、回答ね、答案をね、採点していきます。結構本当大変なんですよね。なので、一人で1000通も採点していくので、受験生一人当たりのね、答案、採点する時間で数分間と言われています。で、この数分間の採点時間で、いい印象を持ってもらうですね、鑑定理論の答案というのは、どういった答案かというと、こうね、初めから終わりまで、こう、スッと読めるようなね、突っかかりがないよね、止まらないよね、流れのある答案が、いい印象のね、良い印象になってくる、いいね、いい答案ということになっていきます。それはやっぱり共通言語であります、基準留意事項を使っている答案が、こうね、読みやすいですね、スッと読める答案ということです。つまり、初めの3行ほど読んで、基準留意事項を使っていると、あ、この人ちゃんと基本を押さえてるなってね、試験はいい印象を持ってくれて、その後ですね、こうさらーっと読んでくれるんですよね。一方で、初めから自分の表現で書いてると、試験はね、採点しなきゃならないので、やっぱり読み込まなきゃいけないんですよね。基準留意事項ですとさらっと読めるんですけど、オリジナルの文章ですと、逆に読み込まなきゃいけない。読み込むってことは、これ、荒探しをされて、結果ですね、やっぱりね、点数が低い答案になってきます。全く同じ内容のね、ことを書いている答案ならば、やっぱり、ね、オリジナルの表現で書いている答案と、基準留意事項を使った答案で、どちらが印象がいいかというと、やっぱり、ね、絶対この基準留意事項を使った答案の方がいい印象で、いい点数になってきますので、やはり、しっかりとですね、自分のね、理解を伝えるためには、いい点数を取るためには、この共通言語であります、基準留意事項をね、しっかりと使っていく必要があるんだということになってきます。では、どれぐらいの精度をレベルで暗記をしていく必要があるのかってことで、下を写ってください。暗記の精度のレベルはということになってきます。担当試験においては、足の整合を判断できるレベルに持っていけば、試験に対応することができますよね。一方、論文式試験がね、各レベルですよね。担当の足の整合を判断できるレベルと、記述できるレベルというのは、正直ね、格段のレベルの違いがあります。文章のところ。本試験において、結果的に7割程度の精度で基準等を引用できれば問題ありません。そのためには、手におはや句読点までは厳密に考える必要はありませんが、意識としては、ほぼそのまま暗記をしていく必要があるんだということになってきます。日本語として成立していれば、7割程度のね、精度ならば、十分にですね、内容合ってるので合格することができます。つまり、手におはとか句読点までは厳密に考える必要はありません。ただ、普段の意識としましては、ほぼそのまま、10割程度の意識で暗記をしていく必要があるなということになってきます。どういったことかというと、普段の意識で7割程度でいいと思っていると、実際暗記の精度は5割ぐらいになってしまいます。で、緊張している本試験の場ですと4割程度になってしまうので、4割程度ですとこう内容が間違ってしまうので、なかなか点数がついていかないことになってきます。つまり、普段の意識として10割程度の意識でやっていると、暗記の精度は現実には8割ぐらいになりまして、で、緊張している本試験の場でも7割ぐらいでは書けるようになってきますので、結果的に7割程度の精度で本試験の場で書いていくためには、普段の意識としましては、やっぱり10割程度の意識で暗記をね、進めていく必要があるんだということになってきます。最終2行。また本試験においては基準等を思い出している時間はありませんので、瞬時に引用できるレベルにしておく必要があります。本試験2時間で2問、1時間で1問のペースで回答を作成する必要があります。基準って何でかなみたいな思い出する時間で一切ありませんので、現場ですね、暗記してきた基準にバーッと吐き出さないとですね、対応できません。マシンのようにですね、ぐわーっとね、吐き出せないと対応することができませんので、瞬時に出せるぐらい、それぐらいレベルに持っていくのが、使える基準留意事項の暗記ということになってきます。では、どれぐらいの範囲で暗記をしていく必要があるのかってことです。はい、ローバ数字5ページ移ってください。暗記の範囲はと言いますと、本文のところ。そうですね。まず、担当式試験は、総論1章から各論第3章まで12の章ですね。すべての章から問題が出されますので、網羅的にね、全範囲で学習していく必要があるんですけど、一方、論文式試験においては、本文のところ、論文式試験において出題されにくい分野がありますので、イメージとしては、基準が8割、留意事項が5割、トータルすると全体の7割程度が暗記をすべき範囲となってくるんだということになります。
これ分野の重要性以下によって論文式試験においては、ね、出されにくい分野というのがあります。あと論文式試験ですと近年の本試験出されたところはですね、数年間出されない傾向がありますので、暗記をすべき範囲としましては基準が8割、留意事項が5割、トータルすると全体で7割程度の範囲で暗記をしていく必要があるんだということになってきます。つまり応募数字4ページした。精度としても7割程度で、範囲としても7割程度ですね。そういったイメージで精度と範囲ですね、暗記をしていく必要があるんだということになってきます。はい、続いてじゃあね、どんな順番で暗記をしていく必要があるのかね、暗記の順番はということです。基本的にはまずは基準、続いて留意事項という順番で暗記を進めていくようにしましょうとなっています。そうですね、まずはやっぱり基準からです。続いて関連する留意事項という順番で暗記をしていくのがベターということになってきます。また小ごとのメリハリも意識すると良いということになってきます。やっぱりね、総論第1章から各論第3章ですね、小ごとにメリハリがあります。ちょっとメリハリじゃあつけていきましょう。ではお手元合格基礎テキスト準備してください。お手元合格基礎テキスト準備してください。で、表紙めくります。端書きがありまして、で、左ページ本書の特徴がありまして、で、目次のところを見てください。目次から見てください。目次を使って小ごとのメリハリでつけていきます。目次見てください。はい、合格基礎テキストですね。端書き、本書の特徴飛ばして目次のところを見てください。まずは総論第1章ですね、不動産の鑑定評価に関する基本的考察ですね。こちら章としましては、そうですね、まずねメリハリ、ABC ランクでメリハリつけていきます。これが章ごとですね、 ABC ランクでつけていきます。C ランクというのはやらなくてもいい、暗記しなくてもいいとかそういった意味ではないです。あくまでこれ山張りじゃなくてメリハリですので、後回しにしていいということです。ABC ランクで小ごとにメリハリつけていくんですけど、 C ランクというのは、ね、暗記しなくていいとかそういった意味じゃなくて、後回しにしていいってことですね。最終的には暗記をする必要があるんですけど、優先順位としては後回しにしていいですね。そういった意味の C ランクということになってきます。で、総論第1章ですね、不動産の鑑定評価に関する基本的考察、これ理論的根拠が示されているのが1章ですよね。2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのが総論第1章です。抽象論ですよね。なのでなかなか本試験でも出にくいところでして、10年に1回ぐらいって感じですかね。しかも近年令和4年度に1章をメインとした問題が出されています。そういった意味でも出題サイクルからしても1章は C ランクですね、C マイナスと言ってもいいぐらいの章がまずね総論第1章です。抽象論、理論的根拠で、10年に1回ぐらい、しかもね、令和4年度に出されてますので、出題サイクルからしても、かなりランクを落としているのが、総論第1章ですね。不動産の鑑定評価に関する基本的考察ということになってきます。続いて第2章を見てください。分類概念、不動産の種別及び類型です。これ、場面設定として、前提として2章ですね、種別類型が問われることがありますので、こう前提理解できていないと、適切なね、論証、記述することができませんので、ランクとしてはこちらね B ランクということになってきます。ランク B ランクということになってきます。続いてローマ数字2ページ移ってください。はい、2ページ、総論第3章、不動産の価格に価格を形成する価格形成要因ですね。これ出題可能性が高い章ではあります。3章とはね、出題可能性が高い章ではあります。ただ、全部は全部暗記する必要があるかというと、羅列されているところはですね、全部は全部暗記する必要がありませんので、この暗記の範囲が限られているという意味では、ランクとしてこれ B ランクとしておきましょう。3章ね、出題可能性は高い章ではあります。ただね、羅列されているところすべて暗記する必要はありませんので、暗記の範囲が限られているという意味では、日時 B ランクという位置づけにしておきます。では、ローマ数字3ページ移ってください。総論第4章ですね、不動産の価格に関する諸原則です。11の原則がありますよね。これそれぞれ冒頭の漢字を取りまして、語呂合わせ的に受変代最近収集既定教養みたいな形で覚えていく11の原則です。受変代最近収集既定教養、そういった11の原則です。やはり1章と同じでこれ抽象論ですよね。抽象論です。
なのでやっぱりね、出題サイクルとしましても10年に1回ぐらいでメインとして出される。やっぱりこちらも令和3年度にメインとして出されてますので、抽象論でかつね、近年の本試験出されてるという意味ではランクとしてはちょっと C ランクということになっていきます。ただもう11の原則しかありませんよね。4章というのはこの11の原則の定義さえ押さえればある程度問題対応することができますので、まあランクとしては C ランクなんですけど、まあ、早め早めに11の原則の定義をですね覚えてしまえば試験に対応することができるようになってくるということになります。で次第5章です。鑑定評価の基本的事項、こちら A ランクですね。重要な章です。優先的に暗記を進めてほしいですね。あの細かい留意事項なんかもあるんですけど、留意事項も含めて5章ね非常に重要となってきます。ではローマ数字4ページ移ってください。はい、では第6章ですね。地域分析部個別分析です。こちらは章自体は重要なんですけど、近年の出題サイクルですね、結構6章出されています。そういった意味では B ランクですかねという位置づけです。例えば令和4年度あの市場分析が出されてますので、結構最近出てますので、出題サイクルということを踏まえますと賞としては重要なんですけど、 B ランクという位置づけにしておきます。で続いて第7章鑑定評価の方式です。こちらはもう A ランクですね。ボリュームもあって留意事項もねたくさんあるんですけど、こちらやっぱり、ね、出題可能性が高いですね。細かい留意事項も含めてしっかりとね抑えていかなきゃならないのが7章ですね。鑑定評価の方式 A ランクということになってきます。ではローマ数字6ページ、はい、下移ってください。第8章鑑定評価の手順です。出やすいところと出にくいところはあるんですが、章自体のランクとしましては B ランクとしておきましょう。8章 B ランクということになってきます。でロマ数字の7ページですね。第9章ですね。鑑定評価の鑑定評価報告書ということになってきます。これ形式論ですよね。なのでランクとしては、まあ、C ランクということになって、これ形式論ですね。ランクとしては C ランクということになってきます。で続いて各論の方ですね。ではローマ数字の8ページを取ってください。はい、各論第1章価格に関する鑑定、こちらはやっぱ A ランクですね。出題可能性が高い章です。こちら A ランクということになってきます。第1章価格に関する鑑定が A ランクということになってきます。で次は各論第2章です。賃料に関する鑑定評価、あの各論第2章は7章第2節賃料を求める鑑定評価の章とワンセットで出される可能性が高い分野です。で賃料に関する賃料を求める鑑定評価の章が最近の本試験に結構出てますので、それとペアを組むこのね各論第2章賃料に関する鑑定評価もちょっと出題サイクルからするとちょっとやや出にくいかなって形で一応 C ランクとしておきます。各論2章が出されるとするならば7章第2節賃料を求める鑑定評価の章とワンセットです。で賃料を求める鑑定の章がね結構最近の本試験出されてますので、そういった意味ですと出題サイクルの観点からすると、まあ、C ランクですね。そういった位置づけということになってきます。で最後各論第3章証券化対象動産の価格に関する鑑定評価ですね。これ平成19年度の改正で新たに加えられたのが各論第3章です。で平成20年度から試験範囲となったんですけど、あの改正分野というのは試験で出されやすい分野なんですね。なので、平成20年度から試験範囲になりまして、平成20、21、22とね、3年連続して、各論第3章の問題が出されています。しばらく出ていなかったんですけど、また最近ね、ちらほら出されるようになってきましたので、ランクとしましては B ランクですね。ちょっとね、難しい内容も含まれてるんですけど、各論第3章、証券化対象動作の価格に関する鑑定が B ランクということになっていきます。ABC ランク付けしましたので、メリハリをつけてですね、まずね A ランクの章から覚えるとかね、そういったメリハリをつけてね暗記進めていくようにしてください。はい、またブリーチテキスト戻っていただきまして、はい、ブリーチテキストローマ数字5ページのところ戻ってください。
はい、じゃあどんな方法で暗記を進めていけばいいのかね、暗記の方法について確認をしていきます。3つ目くのポチ、暗記の方法はってところを見てください。暗記方法は音読、目読、書き写す、録音して聞くなど様々で、特に正解というものはありません。自分に合った暗記方法を早めに見つけることが重要となってきます。まあ、十人十色ですね。絶対的な正解はないですね。まあ、早め早めに自分に合った暗記方法を見つけていくことが重要ということなんだということになります。で続き、その際、ハードルを高くして三日坊主とならないように、生活の一部として毎日続けられる方法を選択するようにしましょうとなっています。ハードルを高くしても、三日でやめてしまうならば意味がないということです。鑑定試験長丁場ですので、とにかく、毎日続けられる方法、継続して続けられる方法を、まあ、生活の一部として続けられる方法を選択することが重要なんだということになってきます。もう鑑定理論の暗記はですね、これから毎日です。もう合格するので毎日暗記進める必要があります。つまり、他の教養科目等との学習をね、同時並行で鑑定理論のね、基準の暗記を進めていく必要があります。鑑定試験の難しさは、複数の科目をこう同時並行に学習していかなきゃならないというのが、鑑定試験の難しさです。なので、鑑定理論の基準の暗記はですね、教養科目と同時並行で、ずっとね、暗記をしていく必要があります。毎日です。ピアノの練習なんかと同じですね。ピアノの練習ってこうね、数日休んでしまうと、取り戻すのに数日かかると言いますので、とにかくですね、毎日毎日少しの時間でも構わないので、継続して続けることがね、暗記には重要なんだということになってきます。次の段落。特に働きながら学習をする方は、隙間時間を有効活用することがポイントとなってきます。働きながら、まあ学生の方もね、学業とのね、バランスを取りながら、とにかく、このね、やっぱ隙間時間、うまく作ってね、有効活用していくことが、暗記にとってはね、非常に重要となってきます。なので、もうざっくりと、机に座って勉強できる時間は、例えば教養科目等々の勉強にあたって、それ以外の時間ですね、通勤通学等々、そして隙間時間は、すべて基準等々の暗記の時間に充てるですね、そういった住み分けなんかが必要となってくるんだということになります。で続きましてまた書き、また論文式試験なので書くということを意識すると良いということになってきます。やっぱり最後はね、文章で書いていかなきゃならないので、こう書くということもね、ある程度意識する必要があるんだということになってきます。これ私がやった方法なんですけど、私がやった方法はですね、なんかこういった白紙のね、紙にですね、私はこう言葉で言いながらキーワードを書いていくみたいな、そういった暗記のやり方を私やりました。受験生時代ですね。例えば原価法ならばこういった白紙のところに自分の口に出していながら、原価法とは価格時点にできる対象動産の再調達原価を求め、その再調達原価について原価、修正を行って対象不動産の積算価格を求める仕事であるみたいな、もう殴りが構わないのでずっとね、自分でガーッとキーワードを書いていくって形ですね。でこうずっとも書いてってですね、でこの書いた紙をですね、捨てずにずっと貯めておいて、で試験当日に貯めておいた紙を自分で見て、あ、こんだけ自分書いたんだから大丈夫だって自信を持って本試験臨んだみたいなことをしましたので、ある程度こう書くってこともですね、まあ、意識することも重要ということです。ただ一点、書くというのはこれ時間がかかりますよね。なので全く書かずに暗記をする人も当然いますし、逆にもう全部を書いて暗記するって方も当然います。とにかくね、自分に合った方法です。前に続ける自分に合った方法です。なんでこういろいろ試してみてですね、暗記の仕方ですね、早め早めにこう自分に合ったものを見つけるようにしてください。レックの鑑定試験のホームページにはですね、我々講師と合格者の方が対談しているですね、対談動画ですね、アップされています。合格者対談と言いまして、我々講師とですね、合格者の方が対談している動画が、ね、アップされています。その中で各合格者が暗記の仕方をですね、喋ってくれてますので、参考になる暗記の方法がですね、あると思いますので、そういったね、対談なんかをちょっと見ていただきまして、早め早めに自分に合ったですね、暗記の仕方ですね、続けられる暗記方法をですね、見つけるようにしてください。
はい、でまたブリッジテキスト戻っていただきまして、はい、じゃあ暗記の方法のところ、最終段階、直書きのところを見てください。なお暗記において重要なのは、覚えることよりも忘れないようにすること、メンテナンスとなってくるんだということになってきます。暗記は覚えるというよりも忘れないですですね、メンテナンスですね、こうチェックのタイミングをいかに、ね、設定していくかが暗記には重要ということになってきます。あのこうギリギリ忘れないタイミングでまたね、こう戻ってくるですね、チェックをするタイミングを設定するですね、これが暗記の定着度にはね、非常に重要となってくるんだということになります。そうですね、あの古典的な暗記の仕方というのはですね、よく昔の人がやってたのはですね、例えば総論第一章ですね、丸々まず暗記をして、で続いて今度ね、総論第二章に移って全部暗記してっていう形で、こうね、基準の順番通り全部を全部ずっと暗記をしていくっていうのが、ね、古典的な暗記の仕方でした。でそれですと、これ総論第一章から各論第三章までとりあえず一旦一通り全部をね、全部を暗記するってなってくると、そうですね、少なくとも半年6ヶ月くらいは最低でもかかると思うんですね。じゃあ6ヶ月暗記をして、またスタートに戻ってくる、6ヶ月後に戻ってきて、じゃあ一章覚えてるかというと、もうね、全く覚えてないです。覚えてることさえ忘れてるくらいです。つまり6ヶ月後に戻ってくる、メンテナンスチェックのタイミングを設定するというのはさすがに遅すぎるということになっていきます。つまりは、続きの文章を見てください。直書き2行目、基本的には1週間をタームとして全体をより多く繰り返すことで暗記を進めていくようにしましょうということになっていきます。あの、なんとかの忘却曲線なんて言ったりするんですけど、人がね、暗記をして、ね、できるのはだいたい1週間ぐらいと言われてますので、とにかく1週間をターム期間として、でまたですね、こうチェックサイム、チェックサイム戻ってくるというですね、チェックサイム、チェックするサイムって、ね、設定するですね、それが重要ということになってきます。つまり、あの、1章から各論第3章までですね、暗記をする。例えばね、普通に暗記をしていくと6ヶ月ぐらいかかる。で、この6ヶ月かかる期間をですね、少しずつ短くしていくということではなくて、もう暗記をする期間も1週間で固定です。で、この1週間で、総論第1章から各論第3章まで暗記をする量をですね、少しずつ増やしていくってことです。つまり、まず1週目はですね、正直言うと、各章のタイトルぐらいしか暗記できないと思います。1回目の1週目の第1週目はですね、もう、1章から各論第3章までそれぞれの章のタイトルぐらいしか覚えられないと、それで十分です。で、1週して1週間後にちゃんと戻ってきて、でチェックをして、で2週目は、ね、少しずつですね、暗記の量を増やしていくってことです。1週間の期間というのは固定です。もう1週間後に戻ってこないと、ね、初めの覚えたことは忘れてしまってますので、1週間で戻ってくる。で、1章から各論第3章まで全体1週間で回す。で、ただ1週間で暗記をする量を、ね、少しずつ増やしていくってことです。で、最終的には本試験直前の1週間前には、1週間で総論1章から各論第3章まで、すべての範囲を1週間で言えるようにするですね。それが到達点です。とにかく何回も何回もね、全体を繰り返し回すことによって、暗記の量を少しずつ増やしていって、最終的に1週間で全部回せるようにするですね。それが暗記の進め方です。とにかく1週間をタイトするね。必ず戻ってくるですね。チェックするタイミングを1週間後にする。そうしないとね、なかなか定着していきませんので、とにかく暗記する時間を短くしていくんじゃなくて、暗記する量を1週間で暗記できる量を増やしていくですね。例えば7章ですと、1週目は鑑定評価の方式で具体的には価格を求める賞と賃料を求める賞、これぐらいしか暗記できないと思うんですよね。で、2週目はじゃあ手法としましては、価格を求める賞としましては原価法、取引事例価格収益還元法、賃料を求める賞としましては新規については積算法、賃貸事例比較法、収益分析法、継続については坂外分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法、これぐらいだと思うね、2週目で。で、この3週目は、じゃあ、原価法の定義を暗記していこうみたいな形で、少しずつですね、少しずつ暗記の量を増やしていく。で、これ1週間単位です。で、必ずまたね、1章に戻ってくる。で、この1週間で暗記できる量を少しずつ増やしていくですね。そういった暗記の進め方がおすすめということになっていきます。とにかく忘れます。忘れることを恐れないということです。とにかく忘れるので、ただ、忘れるんですけど、1週間後戻ってきて、また暗記をするときには、
一番初めに覚えた時間よりもさすがに暗記する時間短くなってくるはずです。少しずつ暗記する時間短くなってくるはずですので、とにかく忘れることを恐れずに暗記する時間短くしていくって形ですね。少しずつ1週間をタームにして、ね、暗記する量を増やしていくようにしてください。とにかく暗記はもう正直大変です。なんでね、こうしっかりチェックを入れるってことです。あとね、一つポイントとしましては、最終作業、また書きのところですね。また1日の最後にその日暗記した概念をおさらいすることで暗記の定着を図ることができるということになってきます。睡眠中にこう、ね、暗記記憶が整理されると言われてますので、とにかくですね、やっぱチェックのタイミング、とにかく1日の最後でまた1週間後にって形でチェックのタイミングをね、こうかましていくことによってね、定着度を高めるですね、そういったことが暗記には必要なんだということになってきます。で、こう本当に暗記って大変なんですよね。逃げられないんですけど、で私こう暗記結構自信があったんですけど、やっぱで暗記大変でした。基準理事の暗記大変、本当に大変でした。でこう暗記ってこう右肩上がりに暗記できてる実感がですね、こう上がっていくならばモチベーションという意味のこう続けられるんですけど、特に基準理事の暗記というのはなかなかね、暗記してる実感が湧かない、ずっと低空飛行でこう続くんですよね。まあ暗記は実際にはできてるんですけど、実感としましてはもうずっと低空飛行なんです。で最後の最後に、あ、なんか暗記できてるかなとポッと上がってくるタイミングがね、最後ポッと出てくるんですよ。ただここにポッと上がってかなり遅れるタイミング出てくるので、ここねもうずっと低空飛行なんで、これ粘り強く暗記はできてるんですけど、実感としてはずっと湧かないままずっとね低空飛行なので、粘り強くですねポッと上がってくる実感がね持てるタイミングまで暗記を粘り強くね進めることが重要ということです。正直2、3ヶ月程度ですと暗記ってもうほとんどできてない実感です。まあ暗記は、ね、できてるんですけど、実感としてはねほぼできてない。なのでね、全然2、3ヶ月暗記してるんですけど、全然暗記できてませんなんて質問しないでください。それ普通だと思ってください。なかなかね、2、3ヶ月ぐらいですと厳しいです。そうですね。やっぱね、1年後ぐらいですかね。1年後ぐらいにやっとね、なんか、ポッと暗記できてきたって実感が、ね、湧いてくるようになりますので、もうそれまでは本当にもうずっと低空飛行なんですけど、粘り強く暗記を進めることがね、必要ということになっていきます。確かに暗記は大変なんですけど、鑑定試験はですね、努力が報われる試験と言われています。暗記さえすればですね、点数、とはもう書けるようになって点数も上がっていきます。よっぽどフリーで小論文で書く方が実際難しいです。フリーで小論文で自分の考えを書くというよりも、これ暗記は大変なんですけど、暗記さえすればね、しっかりね、回答を書けるようになってきますので、努力が報われる試験と言いますので、暗記は大変なんですけど、こう粘り強くね、暗記をしていくことが、鑑定理論の、ね、勉強としては非常に重要なんだということになってきます。はい。じゃあね、暗記のね、こう重要性等々で一通りご説明することができました。じゃあ一旦ここで切っておきます。はい。以上をもちまして、第2ユニット講義の方を終了いたします。